おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフ厳選注目22時半のニュースをお届けします。本日も自民党関連、そして安倍元総理関連、いろんな、まだまだいろんな情報が出てきていますね。そして、渓国、中国、米国、で、ペロシさんの包帯のこともやっぱり 触れたいと思っておりますぜひ最後までご覧くださいこれはヤバいと思った方は高評価をこんな情報もあるよって方はコメント欄で教えていただけると幸いです本日もルールが厳しくなっている都合上インコースわせていただきますそれではご了承くださいそれでは早速本編に参りましょう 今日も数が多いので、ざっと紹介していきたいと思います。まずはこちら、島田さんですね。国連に1000万ドル約13億円を拠出して、ユース比較リーダー基金を立ち上げるらしい。日本国民の税金から世界の左翼学生と国連の左翼職員に小遣いを渡すだけに終わるだろうというふうに島田さんはおっしゃっていますね。またこちら、本来、核拡散防止条約の首引きを脱し、独自の核抑止力整備に向かわねばならない状況下、国に 核廃絶を訴えて自己満足の岸田氏、中朝炉にとって最も安心できる首相だろうと島田予知氏、一体何をしにこんな時ニューヨークまで行ったのかとおっしゃっていますね。またこちら、日中外相、4日にも会談、カンボジア訪問に合わせてということで、林外相と私局の王毅国務委員兼外相が4日に開催される、会談が4日に開催されることになったというふうに報道されてますよね。 で、こちら、林外相、警告大使と面会というふうに言われていまして、ね、前の方とは会わなかったのに、今回は会われるということなんですね。 ね、こちら。シェシェカムサハムニダ林外相の講演をワシントンで聞いた小森氏によると、異様なほどの体中配慮に終始して呆れたというと、島田内氏、ペロシ氏の包帯にコメントする立場にないと言い放ったやつですから、そもそも外交なんかできるわけがありませんというふうにおっしゃっていますね。いや、この小森さんの言葉って、ね、異様なほどの体中配慮って、いや、もう本当に、やっぱ言われている通りなんですかね。でこちら。 林義正氏の前評判。アメリカにも四国にもパイプがあり、両者の調整役としてうってつけ、次期総裁候補の最有力者。林義正氏の実際、アメリカにも四国にも信用されておらず、なぜか四国に当たらと甘く、かといってアメリカにも言いなりんである。ピアノがちょっと上手いという。<laughs> ピアノがちょっと上手いちょっと笑ってしまいましたよね。で、こちら。 林義政氏は四国を怒らせないスネ夫役、保守から罵倒されても四国に配慮し続ける林,林氏は自ら泥を被る男の中の男なんてねというふうにおっしゃってますね。四国批判を一切口にせず、林義政会長の奇妙な体中忖度演説というふうな記事を紹介されてこのようにおっしゃっていますね。で、こちら。 9月に日中国交成長が50年、四国非常に重視というふうな記事を紹介されて、我が国で日中国交50年を重視しているものは、美中商人と美中政治家以外にいるのか、重視されてもこちらが迷惑というふうに解説されていらっしゃいますね。こちら。林外相ペロシ氏、包帯、コメントする立場にないとおっしゃったことを引用紹介されて、この林外相の発言、楕円の外交、米中二股外交じゃないのか、 あ、大変外交イコール、米中二股外交じゃないのか、どうして基本的価値観を共有する米国や台湾を支持しないのか、やはり政界屈指の親中派だ、岸田政権は大丈夫か、というふうにツイートされていらっしゃいますね。こちら、島井大吉さんですが、ペロシ、米下院議長は、放他に合わせて発表した一文で、中共政権による台湾圧迫のみならず、香港の暴虐な弾圧、チベットの文化抹殺、新疆のやばいこと、あえてやばいこと、つっておきますね。 四国、本土全般における抑圧を非難している。今更ながら公明党によって骨抜きにされた日本の国会の人権状況決議が恥ずかしいとおっしゃっていますね。恥ずかしいですよね。で、こちら、島田さんですが、台湾訪問を決行米会議長、3日に蔡総統と会談というふうなサクザクの記事を紹介されて、私のコメントもあります。ベロシ氏が包帯を決行すれば、当初公開の場でひるんだバイデンと 公開的脅しを無視された習近平、どちらも求心力がさらに低下しようとおっしゃっていますね。こちら、9月の内閣改造で福田達夫総務会長が防衛省で起用との情報、四国に甘すぎる、今の岸信夫氏を絶対に変えてはならない。 安倍元首相の意思を告げるのは実定の騎士しかいない。同志の健康状態は現在不調だが、命にかわるような重大な病気ではない。判断力に間違いはないとおっしゃっていますね。またこちら、先ほどの件ですね。福田達夫、防衛省給付上で取り立たされる岸田外交と、岸田外交親中シフトというふうな記事を紹介されて、いよいよ日米同盟を壊しにかかり始めたか。福田を使い、日米同盟を解消させ、四国と軍事同盟、美中中国と 軍事同盟を結び、四国を宗主国と崇める属国にするつもりかと疑われても仕方のない行動だというふうに言われていますね。またこちら、台湾有事を見据え、人民解放軍に最大限忖度する人事だとおっしゃっていますね。いや、これ本当これがこうなってしまえば、かなり、かなりやばい状況になるなと改めて思いますね。で、こちら、あこちらですね。先ほどの件も紹介されて、岸田内閣は国防を放棄するつもりかと。 で台湾有事に際し自,自衛隊に防衛を命じない可能性がある人物を防衛大臣にすることは自民解放軍への最大の忖度だ国民の生命と財産を守れとおっしゃっていますねいやー本当にまずいなと思うもう個人的には感じましたねでこちら国葬反対抗議活動女性団体議員会館前で座り込みとトークトーク内容女性国際戦犯法廷ジェンダー秘密保護法 安保法制、共謀罪、LGBT、警部バッシング、反原発、歌沖縄エイサーカッチャーシーもあり、ネットの反応、いつもの人たちですね。笑というふうに言われてますね。歌とかもあったんですね。で、こちら。強引すぎる国葬、裏事情。 麻生副総裁の進言で国民層から転換かと、週刊朝日のあえらの記事ですね。まあこういう見出しで出してらっしゃいますね。で、こちら、河北新報さんなんですが、独自、安倍氏死去で学校に反旗掲揚を求める仙台市教育委員会総務局の依頼受けというふうな記事が出ておりました。なんか、ね、北海道の帯広市のことも前出てましたがね。ね、なんか、これはどういう意図で書いたんですかね。 こちら、坂木さんのツイートですが、一発目、二発目、発砲までの動画。二発目は確かに安倍首相との距離を詰めてる。でも何かすごいって、何がすごいって、白煙と音がすごい。再現 VTR よりも多い白煙と大きな音。煙幕と大音量では、普通に目くらましと思いませんか山上は音に。私はそう思いますね。とおっしゃっていて。またこちら、先ほどの件を紹介されて、 1, 1立ち止まって構えることなく歩きながら2発連続発射何の反動もない 2SP の間をすり抜けて至近距離まで詰められている警備は後方を警戒することもなく安倍元首相の方をぼーっと眺めており一発目は撃たれても無反応意図的に警護士郎と配置したと言われても仕方がないおそますさ本部長は懲戒だとおっしゃっていますねでこちら山上哲也容疑者のパイプ銃をアメリカ人が再現実験 という,ふうな記事を紹介されてこの記事では山神が何度も独自に実験して精度の高い銃を自力で完成させたと結論しているしかし実験動画のように一度でも失敗すれば大怪我をするし爆音を轟かせても通報されなかったことになるさらに射撃時の姿勢も検証する必要がある山神は衝撃に耐える姿勢だったかというふうに言われていますねでこちら岸田首相は台湾有事に対処できない 安倍,えー、安倍首相復帰という切り札を失った日本は本当の危機にある。唯一の期待がかかるのは岸防衛省だが、マスコミは山上某の言い分をうのみにし、統一協会云々で岸氏の足を引っ張ろうと地道を上げている。どこまで愚かなのかと島田屋氏氏、安倍氏をつけるのは岸氏とおっしゃっていますね。なんかすごいシナリオがあるように感じて仕方ありませんよね。 ね、こちら、山口紀之さんが今日、インテリジェンス愛に出演してくださって、いろんな話をしてくださったんですが、本当勉強になったんですが、ぜひ皆さん、メインチャンネルの動画、アーカイブ残っておりますメイン、あの、一般公開部分もですね、アーカイブ残っておりますので、ご覧いただけたらと思うんですが、安倍晋三元首相の暗殺、米国ペロシ下院議長の台湾訪問、四国人民解放軍の威嚇的軍事演習、これら三つの事象は根っこでしっかりと繋がっています。一切無関係に見える 事象ががが実は密接につながっている国国際政治のののののダイナミズムの中ででで無無関係かつ無意味なのが岸田さんの国連 NPT 廃絶演説でしょう今日の番組では国際政治の話を中心にコーディネーターの坂木さんと考えていくことになると思います。また、下関に行かれたということで、こ下関の写真を上げておられるんですが、この3つの事象は根っこでしっかりと繋がっていますということで、今日のお話もめちゃくちゃ勉強になりましたね。休憩中におっしゃったのか、それとも、 メンバーレベル2のところのライブでおっしゃったのか、限定ライブのところでおっしゃったのかどっちかわからないんですが、そういう見方もあるんだっていうのはめちゃくちゃハッとさせられまして、やっぱりこの事件っていうのは、もっとしっかり検討していく必要があるなと改めて思わせていただきましたね。ぜひ皆さん、メインチャンネルの一般ライブもご覧いただきたいと思いますし、メンバー限定ライブの方もご覧いただけたらと思いますね。で、こちら。ここから話は海外関連になります。 時事通信の日韓外相会談に反対、竹島訓練、調査船に反発、自民部会というふうな記事を紹介されて、反日無罪の悪い癖、甘えを許してはいけない、日韓外相会談に反対、竹島訓練、調査船に反発、自民外交部会。日本なら許してくれる、許してくるは通らない。許してくれるですかね。懸念、解決のための日韓外相会談を求めておきながら、一方で主権侵害行為を繰り返す計画、目先の成果のために、 主権侵害を許す日本ではダメというふうにおっしゃっていて。またこちら。反省とお詫び、見解継承、日本側に定期と警告解消というふうな記事を紹介されて、はあ、なぜアセアン外相会合の前に言うのか。まさにデジャブ。反,日と反省とお詫び、見解継承、日本側に定期、警告解消。竹島の領海侵入もあるし、軍事訓練もあえてこのタイミングでやるのか。 シーツが下がると反日行動は定番というふうにおっしゃっていますね。で、またこちら C 国関連ですが、アメリカ専門家 C 国の食料大量備蓄戦略で世界食料の価格上昇を招いたというふうなことをおっしゃっていますね。米国の金融専門家のチャドウィック・ハーゲン氏があまあこのようなことをおっしゃっていると、1日、中国共産党は現在世界の食料備蓄の半分以上を溜め込んでおり、これが現在 食料価格が高騰している理由の一つであるという文章を英語版大紀元時報で掲載したということで、これ事実であればやばいですね。で、こちら、白川さんですが、四国をうまく利用している国にイスラエルとトルコがある。どちらも綺麗事ではなく国益を優先しているしたたかな国、世界を敵に回しても国益は守るという覚悟があるが、それは苦難の中で得た技術で、利権に流されっぱなしの維新にそんな芸当ができるわけがないというように、維新の名前がここで出されていますね。 でこちら、核兵器不拡散条約 NPT でアメリカ、イギリス、欧州、オーカスを批判する四国、不透明な核開発の隠れ身のというふうな大起源の記事がこのように出ておりますね。でこちら、アリゾナ共和党予備選で大混乱、郵便投票用紙で6万件以上の不一致、フィナル軍、間違った有権者に輸送、投票所で投票用紙が不足、 共和党はピナル軍戦艦に辞任を要求というふうに言われていましてまたこういう怪しい投票があったんですねいやあったのですかね分かんないですけど事実はまだ見ていく必要があるかと思うんですがこれ事実であればまたこういうことがあったんですねでこちらトランプ大統領トランプの弾劾を支持した議員を叩き出せ10人のうち5人は脱落した残り5人の悪党を叩き出せアメリカは再び偉大になるというふうなことをおっしゃったようですね で、こちら、バイデン政権トランプ氏の壁建設を再開。不法移民の歴史など懸念というふうに言われていまして、結局、壁再開するんですね。本当にめちゃくちゃですね。で、こちら、ここから、ペロシ氏の包帯の件をざっと見ていきたいと思います。四国、重大な政治的挑発、ペロシ氏、包帯に猛反発。4日から,日から7日に台湾周辺で演習猛というふうなことが言われていますね。四国メディアは、2日よりペロシ氏の 台湾到着を前に中国,中国空軍の戦闘機が台湾海峡を越えたと速報した。戦闘機の数は報じていない。一方、台湾側は否定したというふうに言われていますね。で、こちら。